プトレマイオス14世は、エジプトのヘレニズム国家プトレマイオス朝のファラオ。プトレマイオス12世の息子で、プトレマイオス13世の弟として生まれた。紀元前47年1月13日に、プトレマイオス13世が死去すると、姉で、ファラオのクレオパトラ7世に、ファラオに推挙された。クレオパトラ7世は、プトレマイオス14世と結婚していたが、彼女は、 共和制ローマの終身独裁官、ガイウス・ユリウス・カイサルの愛人であり続けた。またクレオパトラ7世は一人でエジプトを統治し、プトレマイオス14世は名ばかりの統治者だった。紀元前44年3月15日に、カイサルがマルクス・ユニウス・ブルトゥスやガイウス・カッシウス・ロンギヌスの陰謀により暗殺されると、プトレマイオス14世は後を追うように同年に死去した。 また確証はないが、クレオパトラ7世がカエサルとの間の息子、カエサリオンをファラオに即位させるために、プトレマイオス14世をトリカブトで毒殺したとされることが多い。紀元前44年9月2日、クレオパトラ7世の望み通り、カエサリオンがファラオに推挙された。ありがとうございます。